ほー。さて今回はですね、コスメの福袋で大人気のキャンメイクのラッキーバッグを開封していきたいと思います。キャンメイクのラッキーバッグは毎年ロフト、イッツでも、そしてイオンで全て価格が違って登場するんだけど、今回私はロフトのキャンメイクのラッキーバッグをゲットしてきました。今日はこちらを開封していきたいと思います。はい、それではおーチケラということで、早速開封していきたいと思います。そうだそうだ、裏にねいろいろ書いてあるんだけど、まだ見ない、まだ見てない、まだ見てない。値段を見たかったの。キャンメイクラッキーパック1200、こちら税込み1320円です。では一つ目、じゃじゃーん、おー、ネイルブラック、キャンメイクカラフルネイルズ、こちらは360円のものです。いつものネイルに重ねてスモーキーカラーに簡単チェンジだって。確かにちょっと薄いというか、真っ黒っていうよりかはちょっとスモーキーな感じはある。それ、あー、色あるわけじゃないんだ。これでわかるかな、ちょっと黒くなってるとこが塗った部分です。爪投入してみます。ないとこんな感じで、あるとちょっとスモーキーになります。これちょっとパッて塗ればね、簡単にスモーキーネイルにチャレンジできるのでいいと思います。では2個目、あー、これアイシャドウ系な気がする。じゃじゃーん、なんか前回の福袋にもこのようなものが入ってた気がします。これね、すごく良い気なんですよ。パーフェクトスタイリストアイズ、780円。こんな感じで5色入ってて、あとチップも入ってます。あとこっち側にちっちゃい鏡もついてるから、ちょっとこうやって、あ、このぐらいでも見える、ここでメイクできます。おお、綺麗、こんな感じのカラーになってます。ここちょっとつけすぎちゃった。この真ん中がちょっと大きめのラメが入ってます。でもギラギラしすぎず可愛い、ちょっと目元が華やかになる感じになりそうです。最後にこれ使ってみたいと思う。3つ目はこちら、箱だ、じゃじゃん、マスカラ、嬉しいマスカラ、グラデーション風カラーミックスの01番だって。ウォータープルーフで、お湯でオフ、そして汗、皮脂、涙に強い。え、なんか2色ってことか、え、面白い。シャーン、これがちょっと薄い感じの黄色っぽいカラー、あ、こっちはブラウン、ザ・ブラウンって感じですね。で、ベースカラーが黄身ブラウンで、ニュアンスカラーがくすみ色らしい。どういうこと、そんなすごいことできるの。でもここにその付け方はこんな感じで分かりやすく書いてあるので、ちょっと後でこれに従って付けてみたいと思います。ここに付けていいかな。うお、ほんとだ、イエローだ。こちらイエローのマスカラつけたことない、ちょっと楽しみ。生チューブ。では4つ目、リップかな、あ、違う、おっと、ソーリー、アイシャドウだって、クレヨンアイシャドウ、知らない、これアイラインにも使えるらしいよ。こちら600円。おお、これを見たい、かわいい。おお、書きやすい、書きやすい、クレヨンみたいに言ってるけど、すごいおしゃれな色、冬に使いたいカラーかも、秋とか。なんて、あ、ラメが入っている、すごい、しかもすっごい綺麗なラメ、繊細な細かいラメが入ってます。クレヨンみたいにサササってね、かけて、とても描きやすいし痛くない、嬉しい。もう元取ってそうな感じだけど。じゃあ5個目、こちらでん、こっちはリップか、え、絶対可愛い、違う、チークだ、ジューシーレディーリキッドチークだって、可愛いお花になってます。01番、なんかこれ1個買っちゃえばさ、全部完成しそうなぐらいじゃない、大当たりだこれ。じゃん、あ、可愛い、結構ピンクだね、これちょっとずつ塗った方がいいのかな。じゃあここに塗ってみます。おお、結構すごい、これすごい、これちょっと出して広げてった方が良さそう。あ、かわいい、ちょっといい感じにほくろにかぶっておりますが、馴染んだ、広がる、すごい、名前の通り本当にみずみずしかった。広げててね、簡単に広がりました。6個目、結構入ってない、ラスト1個、じゃん、はぁ、絶対かわいい、
愛いってか、これいいやつじゃない？これ可愛いんだよね。リップティントマット2番高発色マットリップ、ベタつきオフ&色残る。少量の塗布でふんわり発色マットにもなるらしい。トントントンってやればいいのかな。わお、これも結構高発色っぽい。塗ってみます。ピン、はっ、いい色。これ広げた方が可愛いかも。こんな感じ。これも結構、あ、可愛い。ふんわりしたティントだから落ちにくそうな気もします。ということは全部で6個入ってました。値段どんぐらい入ってたんだろう。3,790円、お得。そう、このね、実は裏にこんな感じで入っているものが書いてあります。ということで、メイク開始。今ね、眉毛だけやりました。あとベースで、今あの顔をピーリングみたいなしてて、ちょっと皮むけてるとこあるんですけど、気にしないでください。じゃあこのパーフェクトスタイリストアイズ塗ってみます。じゃあこのピンク色塗ります。じゃあこっちのピンクいきます。塗っていこう。このちょっと紫っぽいカラーをこのキワキワに塗るらしい。こんな感じです。この真ん中、これはなんかまぶたの、まぶたの中央をちょっと塗りすぎちゃったと、とここの涙袋に塗ります。こんな感じです。アイシャドウすごくしっとりしてて塗りやすかった。ちょっとこれ塗ってみよう。このマスカラすっごい気になる。グラデーション風とカラーミックス風っていうのがあって、グラデーション風はなんか持っている黒または焦げ茶のマスカラを塗って、その後にこの茶色の方をベースカラーの方を上からこう重ねるらしい。でカラーミックス風っていうのはこの2色使っていくみたいなので、じゃあ今回はカラーミックス風に挑戦します。ベースカラーをまつげ全体に塗る。じゃあこのカラーをまつげ全体に塗ります。いきます。おお、塗りやすいし、伸びる、まつげ伸びる。おお、なんかわかるかな。一本一本塗りやすい、こんな感じ。一本一本塗りやすいです。すごい顔。ニュアンスカラーのブラシの先端を使ってまつげを一本ずつランダムに縦に塗るらしい。おお、こういうこと？すんごい顔になってる。あ、あ、難しい。ちょっと難しい。器用じゃなくて難しいです。あ、でもなんかなんとなくこうすごい黄色になるっていうよりかは、本当になんかニュアンスカラーって感じだね。あ、やばい。ちょっと塗るのが下手すぎて。ほとんど全部塗っちゃった。この辺とかちょっと黄色っぽくなってるの分かるかな。こっち茶色のままなんだけど、この辺。おお、かわいい。結構黄色っぽくなるのかと思いきや、これこのスルスルかけるアイシャドウ、クリームアイシャドウ、これアイラインにもってことだったので、じゃこっちまだアイライン引いてないからアイライン引いてみます。いきます。いけるかな。このクレヨンタイプあんま使わないから。あ、描きやすい。すごい幅や方になってます。なるほど。うまく描けたかな。可愛い色、わかるかな。あの不器用すぎてうまく塗れないので、ちょっとこっちはアイラインっぽくしたんですけど、こっち側アイシャドウ塗ってみる。
広げてみよう。おお、綺麗な色。使い方がいまいち分かんなかったので、ちょっとここキワキワになって広げてみました。あんまりなんか上まで全部ね赤くしちゃったらすごいことになっちゃいそうなので、トントントンってやれば広がります、簡単に。あれだね、なんかこっちまで引いちゃったけど、なんかあんまりこっちまでやりすぎない方がいいかも。この目尻ら辺に置いてこうやって広げていく感じの方がいいかもしれない。チーク、どのぐらい、本当にちょんちょんの方がいいかな。こんな感じ。あ、でも結構いい感じに広がる、かわいい、ほんのり色づくって感じ。リップ塗ってみます。ちょっとこの辺本当に皮がむけてるんですけど、気にしないでください。ちょっとこれは内側にこんな感じで塗って広げていこうと思います。おー、結構発色いい、めっちゃ発色良かった。だし、おー、すごい綺麗な色。結構パキッとした感じの赤かなと思いきや、私の唇に塗ったらね、意外とこんな感じで落ち着きました。うん、ということで今回はキャンメイクの福袋2021を開封しました。今回私が買ったのはロフトのものだったんですけど、イッツデモとか、あとはイオンとかでも毎年出てるので、もしかしたらあるかもしれないのでチェックしてみていかがでしょうか。このクレヨンアイシャドウ、うまくね、アイラインちょっと不器用すぎて描けなかったんですけど、でも練習したら簡単にスルって描きそうだし、すごい綺麗な色で、もうちょっと端っこからこう塗ればいい感じになりそうだなって思いました。これ好き。リップティントマット、これさっきメイク落としでちょっと落としてみたんだけど、結構メイク落としでオイルで落としたんだけど、落ちるまでに時間かかったので持ちもいいと思います。ただ落とすときはしっかり落とした方がいいと思います。これもなんか結構黄色っぽいからどういう感じになるのかなって思ったけど、まつげに塗ったら黄色もちょっと落ち着いた感じになって、こう塗っててもすごい塗りやすかったし、ビヨーンってしっかりこう伸びてくれたし、あとこうね、今何もあのビューラーしてなかったんだけど、なんか結構こう上向きのまつげになって、ハニーボーンこういう上向きのまつげになってて、あのカールのキープ力もありそうだなって思いました。ここにもね、カールキープ力ありますよって書いてあるんだけど、すごく良さそうだなって思ったし、お湯で落とした時も簡単に落ちました。ということで今年もキャンメイクのラッキーバッグ、すごく良きなラッキーバッグだったと思います。ぜひ気になる方はチェックしてみてください。それでは最後まで見てくれてありがとうございました。この動画が良かったらグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。インスタとツイッター、そして秘密のチャンネルも概要欄からフォローよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。